はい、皆さんこんにちは、こんばんは、コロムシでございます。今回はですね、前回の秋葉原での配信の続きをやらせていただきたいと思います。まだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。前回配信させていただいた動画は、実際秋葉原でカードを売って検証する動画配信をさせてもらいました。まあその中にはショップさんの価格の付け方だったり、コロムシ自身の感想だったりっていうのをちょっと述べてたんですけども、今回はそれの続きとなります。で、本題に入る前に先に一点だけちょっと気づいたことがあったんでお伝えをさせていただきます。コロムシはお伝えしているようにですね、カードを売るっていう行為自体はど素人なんですね。実はまあ今回で3回目ぐらいかな。今回やったことによって、まあ知ったこと、新たに分かったことっていうのが多くあったので、まあそれをこう述べていったりはしてるんですけど、そのうちのちょっと一つで、カードをショップさんに売った後に、もらえるレシートの違いの話です。まあもうね、お気づきの方も多々いらっしゃると思うんですけど、このレシートがですね、総額、合算の総額レシートをくれるショップさんと、売ったカード1点ずつ全て価格が載っているレシートをくれるショップさん。この二通りがあるんだなっていうのを、今更なんですけど気づいたんですよね。まあ一応ちょっと、これはね、別に言っとこうかなと思うんですけど、ちなみに総額のレシートをくれるショップさんは、秋葉原では、ハレルヤ2さんと、あと、ふくふくトレカさん。この二件、私行った中ではこの二件が合算数字でのレシートでした。で、逆に一点ずつ、価格が載っているレシートを、もらえるショップさんが、カードラッシュさん、カードラボさん、ドラゴンスターさん、B 本舗さん、フルコンプさんが1点ずつ載っているレシートをいただきました。いい悪いは私はわかりません。わかんないんですけども、まあ、実際にこうでしたということで、報告したいと思います。まあ、参考になる方がいらっしゃったらぜひということで、報告でございます。はい。では本題に行きましょう。で、前回一応その検証の動画を上げたということで、今回は何かっていうとですね、実際に付けられた額、買取額をちょっと公開しようと思ってます、一部。で、今回は8点分紹介いたします。検証したショップ件数は5件です。実施日は2022年10月8日です。持ち込んだカード数、まあ、これはあんまり関係ないかもしれないですけど、コロムシは、まあ、サポートの SR と、スペシャルアートのみ、約130枚を、持って秋葉原に伺いました。実際に売ったカードは、これも前回の配信で、私レシートを多分一部公開していると思うんですけど、実際に売ったカードは約70万円。100枚から110枚ぐらいを多分売ったかなと思いますね。で、納得できなくて持ち帰ったカードっていうのが、まあ、ほぼほぼ、まあ、高額カードばっかりなんですけど、が約2、30枚ありましたね。というような、1日でした。まあ、ここから一つずつピックアップして、8点紹介をさせていただきたいと思います。では行きましょう。まず一つ目、シールドマリーでございます。の入手方法と保管や状態をお伝えしてから、ちょっと価格をこれから伝えていこうと思いますので、入手方法はこれ自引きです。シールドっていうパックから、排出した、カードでございます。まあ、その時から、マグネットローダーで、保管をしておりました。コロムシの中ではかなり自信のある備品だと思ってました。で、10月8日時点での、満額買取表が、だいたい15万から20万円だったんですね。持って行って、実際の買取の提示額は、8万円でした。約 47% ダウンですね。マイナス7万円です。満額から。シールドマリー前20万というのもありますけど、とりあえず最低の15万で計算しても、マイナス7万円という形でした。このまま続いていきますね。二つ目、こちらでございます。睡蓮 SR です。入手方法は、これは、私、ショップオリパで、出したものでした。裏側のですね、右下に極小の白掛けがあることを知ってました。なので、まあ、これは、多少引かれるだろうなとは思ってたんですけども、10月8日時点での満額買取額が、6万円だったんですけども、実際の買取提示額は、2万5000円でした。58% のダウンです。マイナス3万5000円。いわゆる半分以下ですね。の、買取額となりました。ちょっとね、言いたいことがあるんですけど、ちょっと、まず先に紹介しちゃいますね。次行きましょうか。こちらです。レクザ VMAX のスペシャルアートです。こちらも、入手方法は自引きで出しました。ソークストリームですね。出しました。もうとにかくね、デザインは最高だったので、すぐマグネットローダーでの保管ですね。をさせていただいております。10月8日時点での満額買取、16万円でした。で、実際の買取提示額10万円となりました。約 38% のダウン、マイナス6万円の額でした。はい、では続いていきましょう。4番こちらです。ゲンガー VMAX のスペシャルアートです。インテレオンとゲンガーがね、セットで出た、私、地引きをしました。スペシャルアートが出たんですね。こちらも、まあ、デザインが本当にいいカードでしたね。
これもマグネットローダーで私保管をしておりました。10月8日時点での満額買取票が2万8000円だったんですけども、実際の買取提示額は2万円でした。約 29% のダウンです。マイナス8000円ですねとなってます。5枚目はこちらです。カトレアの SR です。入手方法は地引きです。まあ、マグネットローダーではこれはプロテクターみたいなものに入れてましたね。で保管をしておりました。ただしカトレアですね、検証を見たかったので、2枚私出しました。カトレア SR の2枚、両方とももちろん備品だと思ってたものですね。地引きですしね。傷も私の 目では確認ができませんでした。10月8日時点での満額買取票が4万円でした。で、実際、買取定値で、返ってきたものは、3万円。で、2枚とも同じ額でした。3万円、3万円でした。約 25% のダウン、マイナス1万円となりました。6枚目がこちらです。ブルーの探索ですね。入手方法は地引きです。こちらも地引きで出しました。これもマグネットローダーでの保管となりました。10月8日時点での満額買取票、4万2000円を突きつけてましたね。実際の買取提示額、3万円でした。約 29% のダウン、マイナス1万2000円となりました。で、7枚目、8枚目はちょっと同時で出します。こちらとこちらです。ラティラティの SA とギラティナの SA です。で、この2枚はなんで一緒に出したかというと、この2つは満額ついたんですね。で、10月8日の満額買取表、ラティアスラティオスの場合は5万円、ギラティナの場合は4万円でした。で、実際の提示額、両方とも5万円、4万円と満額がついた状態で、プラマイゼロという形の合計8枚となりました。まず、2枚目に紹介しました、睡蓮 SR。こちらだけ私オリパで出したもので、賭けを自分で確認を取っていたので、まあこれは減額されることを分かっていました。それ以外のものに関しては、地引きからすぐスリーブ、二重スリーブにして、マグネットローダーに入れている状態なので、傷も見てるんですけど、確認できませんでしたんで、この文字の中では相当ですね、備品の中でも割と自信のある方の備品を、持ってったつもりだったんですね。ですが、こぞって減額されました。これがね、まあ何よりちょっとショックだったんですよね。今ね、7枚目、8枚目、ラティラティとギラティナ以外の6枚が減額されたんですけども、この6枚だけで満額買取表から19万5千円のマイナス、約20万円の、マイナスとなります。6枚で20万のマイナスです。コロムシがね、実際に5店舗回って査定してもらったものなんですね。なので実際の、数字を今公開をしています。たくさんのね、情報が回ってますよね。この高騰ということに関しては、ショップさんもいろいろなその額をつけてね、本当に何週間ごとに上がってったりとかをしているような状況続いてますけども、これがまあ実態でした。検証した結果、これが実態でした。本当にそのカードの質を見た減額なのか、はたまたこれが普通なのか、ちょっと全くわからないんですけど、これが実際の検証結果となります。まあお伝えしたいのは、別にそのショップさんをですね、批判したいわけではないんですよ。そういうその動画ではないんです。ただ、ツイッターなどを使って、まあいろんな SNS を使って、世に出ている買取額との差、実際の差、この差がなんかあまりにもあるなっていうのがまず1点。と、減額理由。一個前のその、配信でもちょっと言ったんですけど、カードの断面の話なんですよね。なんて言うんでしょうね。手元のあたりこれなんですけど、カードをその切った時の傷のことを言ってるんですけど、こうやって横の表面を見た時に、私わかんなかったんですけどね、あんまり。ただよーく見ると、本当にこうね、ちょこっとうねうねってしてるところが確かにある、まあ言われであるような気もするみたいな感じだったんですけど、今回これピックアップした6枚、絵は減額を食らった6枚は全てこれが理由だったんですよ。私はその地引きですぐその傷がつかないようにつって保管をしてきたんですけども、これがね、減額理由になってしまうと、まあなんて言うんでしょうね、理不尽というか、持ち主にはどうにもできない理由って減額かなり食らったなっていう感じだったんですね。それに対してなんかちょっとこうなんて言うんだろう、納得できないというか表現しづらいんですけど、自分がどっかでねミスを起こして落としてしまって傷が入ったとか、あと明らかにわかる初期傷だとかっていうんだったらまだなんかちょっと納得できる部分があるんですけど、わからないようなことが減額理由になっていて、なおかつその額自体もたった6枚で20万円も差がついてしまうぐらいの減額なんですよ。それがねちょっとっていう感じでした。まあねこれが実態でしたっていうまあ報告がしたくて、まあ今回配信に至りました。
コロムシもね、もちろん今回こう足を運んでいろんなショップさんにこう出してみて、自分自身でもちろん感じたこともあります。で、この配信を見ていただいて、ご覧いただいた方々も、まあ、個々にね、感じることは多分あると思います。なので、まあ、そのね、まあ、価値観というか、考え方っていうのはもうそれぞれでいいと思うんですけども、まあ、ただ、今回この配信で申し上げたのは、すべて実際にあったことです。紛れもない事実をただここに言っているだけなので、あとはもうどうね、感じていただけるか、今後どうしていくかっていうのはもう皆さん、個々に考えていただけたらいいと思います。もし参考になったら、嬉しいです。という形で、まあ、今回の動画はこれで終了するんですけども、今後もね、自分で、やってみたいことをちょっと行動してみたりだとか、または新しい情報を得たりした時に、このような配信を、させていただくことになると思います。もしね、なんか、良かったなとか、参考になったっていう方がいらっしゃったら、チャンネル登録、それから高評価、また、Twitter のフォローなどもしていただけたら大変嬉しいです。今後の動画もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。